はようございます。本日は神戸三宮駅に来てます。今日の予定なんですけど、港の森スケボーパークに行ってスケボーをして遊んで帰りたいと思います。とりあえず今からご飯買ってきます。じゃあ行ってきます。ペイ。あ、そうスケボーパークに行く前になんですけど、スケボーを持ってないといけないですよね。実はじゃん、マイスケボー持ってるんです。寝るかな。こんな感じのめっちゃ可愛くないですか。このスケボーと一緒に今日はやっていこうと思います。よいしょ。はい、公園に着きました。ということで今からは朝食を食べて、その後に遊びに行きたいと思います。じゃあさっきコンビニで買ってきたおにぎりとツナマヨ、シーチキンマヨネーズ。はい、じゃあ食べ終わったんで今から遊びに行きたいと思うんですけど、ちょっとだけ紹介させてください。このね、公園めっちゃ広い。すごい、マジで。何がっていうと、まずバスケットコートが2面あって、ダンスする場所もあります。マラソンコースがこの公園を一周できるぐらいなんですよね。めっちゃ広いから。で、そのマラソンコースの真ん中あたりに緑の芝生があって、そこでボール遊びとかもできるみたいです。で、何よりスケートボードパークがめっちゃ広い。本格的に練習する場所もあるから、なんか感動しました。すげえと思って。はい、ということで今から遊びに行きたいと思います。ですが、アクちゃんのスケボー講座、イエーイ。はい、今回やっていく技はテクタ。どんな技かというとググってください。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。さあ、じゃあまずはじめに練習方法からお伝えします。はい、まあね、ちょっと苦手だなみたいな、ちょっと怖いなとか苦手だなっていう人は、まずああいう柵を持ちながらやってみましょう。こんな感じです。ってな感じですね。パワー。以上、スケーターでした。こんなに痛いのにウッディは笑ってる。うー、痛い。うーん、冗談じゃないよ。心臓、肝臓、痛い。腎臓、あー、腎臓が一番痛い。じわじわくる。胃も痛い。結果、全部悪い。
はい、ということで、さあ行ってきました。港の森めっちゃ楽しかったです。いやー、なんせね、ほんまに遊べるものがめちゃくちゃあって、すっごいおすすめです。なんせね、無料なんで、とにかくいいなと思いました。ということで、また皆さんも行ってみてください。じゃあ次のトリップでお会いしましょう。バイバイ。